聞いてきたってことね。そう、なるほど。あの写真が、あの僕らの写真集ですね、はい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 、の時の写真をこうね、使って元の写真を元に聞いて、はい、いいね。内容はちなみにどういう内容聞いて、今回ですね、はい、デートが一番つまらなそうな人は誰ですか。わかんないですけど、グループとしてはかっこいいなと思って。おい、誰が見た目だ。
さんは楽しませてくれそうな人。ああ、いいよ。かえみたいな。天心さんとテッタさんがどういうデートをするんだろうっていう。顔がかっこいいことに甘えてる可能性が。おぉテッタさんです。それなんですね。初対面か。はいはい。じゃあどうしてですか。でも実際なんかちょっと反応がいいんですよ。なるほど。めちゃめちゃ、はいはい、で、あと面白いじゃないですか。結構知ってるじゃない。一発ギャグじゃないはいはい、まあ陽キャですね。そういうこともあるんだ。ちょっと違うのね。ちょっと違う。なるほど、知ってんだ。知ってるのか。知ってる人もいますね。そう、本当に何もして了解です。どっちどっち。見た目だとすごいかっこいいから、もうなんかそれだけで。一番楽しそうなの誰かいます？なんで？なんか面白そう。あ、そういうことね。してて楽しいのではないかと。はい、確かに。はい、ヒント終了でございます。なんかさ、低そうにも寄り添うじゃん。まあね、なんかさ、エイクが楽しそうさ、ちょっと若い女性じゃないですか。そのなんて言ったら、10代のキャピキャピ感と20代のちょっと落ち着いてきてる女性とちょっと変わりそう。データ知ってたらいいんだよね。知ってたね。知らなかったらこの顔に甘えてるって思われる。じゃあ俺ね、やっぱね、どこ行ってもチャンスを取られる。マジイケメンは間違いないからね。でもね、これ名古屋も言ってたんだけど、初めて会ったばっかりの時はちょっとクールっぽく見えてるんだ。そうだよね。写真とか見るとなんかこう、あんま喋んないみたいな。てかね、ハヤトのヒントが出てないから、ハヤト名古屋が今日俺と出てない。ちょっと
中身がどうかなみたいなところで真ん中につける人が多かった。で、みんな1位選んでる人いるんですけど、1位に選んだ人は夜遊びしたら楽しそう。なんてこと言うの？全然嬉しくないよ。剣士。剣士に呼ばれた。もうおかしいけど。剣士に謝ろう。剣士ごめん。やっぱ顔か。でも顔面に甘えてると思われてると思ってた。結構優しそうとか。ああ、そっちか。この優しそうな雰囲気をもっと汲み取ってくれてたんだ。そういう意見が多いですね。一番で剣士に呼ばれた人はもうダントツで顔がタイプっていう。っていう意見でございました。おい、嘘だな。頼むよ、もう頼むよ。なんで第5位来た。もうここやだ。悲しいっすよ。えあー、よかった。まあ、いいのか悪いのか分かんないけど、まあいいよね。なんかよく分かんないけど、趣味が合わないっていう意見とか。ひどい。みんな一番を選んでくれてる人はいます。はい。まあ本当僅差なんで。ということで。ファイナルどうかな？知らない人がでもようキャって言うっていうのがすごいね。チャラさがにじみ出てない。てかおもろいこれ。